2018年のチャンピオン、マルク・マルケス。2018年のモートジッピーは、フィムロードレース世界選手権、第70回大会の最高峰クラスとなる。マルク・マルケスが、ディフェンディングチャンピオンとして、シーズンに臨む。当初は19戦が予定されていたが、8月26日のシルバーストン戦は、豪雨の後トラックコンディションが改善しなかったため、ライダーの投票により、 キャンセルとなった。マルク・マルケスが、第16戦のツインリンクモテでタイトルを獲得した。マルケスは、シーズン序盤の3連勝及び、終盤の3連勝を含む9勝を挙げた。アンドレア・ドビツヨーゾが4勝を挙げて、ランキング2位、バレンティーノ・ロッシは勝利こそなかったもののランキング3位となった。ホルヘロ・レンソは3勝を挙げ、カルクラッチローとマーベリック・ビニャーレスが、 それぞれ一勝を挙げた。ヤマハはシーズンを通して不調に苦しみ、オーストラリアグランプリでビニャーレスが優勝するまで25戦も勝利から遠ざかった。ビニャーレスの勝利はヤマハにとって2017年のフランスグランプリ以来のものとなった。KTM はバレンシアグランプリで初の表彰台を獲得した。以下のグランプリは2018年シーズン正式に開催される予定である。 カタロニアサーキットのレイアウト比較。2016年および2017年に使用されたコースレイアウトは上手。数は2018年から使用されるコースレイアウト。ポイントは15位まで。乾燥した場合にのみ与えられる。イギリスグランプリはトラックコンディションが危険なためキャンセルされた。ありがとうございます。